はい、どうも皆さんこんにちは、太陽豚です。今日もドラゴンクエストヒーローズ2前回の続きからやっていきたいなと思います。前回はですね、アトラスとかを倒して、まあ、伝説の兵器をね、まあ、手に入れたわけなんですけど、まあ、これをもってね、ギガントドラゴン、あいつと、まあ、対決に行きたいなと思います。大峡谷はあ、こっちか。あ、大峡谷ってこのまま行けないんだっけ？うん。まあ、ここでいいのかな？よし、戻ってきたぞ。んーで、まあ、とりあえず目的地まで行きましょうかね。まあ、ここら辺はね、後で構ってあげるとして、なんかあるぞ。こっちですね。おっと、ほい、行きますよ。いやー、出てきてますね。本当にちっちゃい箱ですね。伝説の兵器は見つかったのじゃな。もはや一時の猶予もない。すぐにその力を使うのじゃ。はい。あ、アトラスのモンスターコイン。なんと、伝説の兵器がこのようなものだったとは。あれは大巨人アトラス。計り知れない力を持つと言われる伝説の魔物です。うむ、あやつらなら、眼前に迫る魔物の群れにも、ギガントドラゴンも、退けることができるかもしれん。あ、これ、アトラスを、あ、アトラス動かせるじゃん。うわ、強っ。強っ。9999って。うわ、すごいな、これも。いや、強っ。すごいすごい。いっけー、タコどもを蹴散らしてやるのだ。伝説の兵器がこんな、いやこれ楽しいな。すごい武器かもと期待していたんだが、私も密かに楽しみにしていました。あ、でもこの全体攻撃もすごいいいですね。おい、おい、おい、いや、これはすごいな。いや、この蹴りの威力の半端ないな、これ。ほい、ほい、
ほい。ほい。これどこに、あ、ギガントドラゴンまで向かえばいいのか。いや、これはすごい爽快感だな。うん、ほい。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 来るか。いやー、でか。ついにデカ物のお出ましだね。本陣に近づく前にぶっ倒すよ。よしよしよし。もう本当だ。相手が防御している間は直接攻撃すると弾かれてしまうぞ。敵が防御したら直接攻撃せず少し離れて間接的に攻撃するのだ。ほい。なるほど。やばい。炎を吐こうとしたら急いで近づきぶん殴って止めてしまえ。やばい。これやばいぞ。これやばいやばい。まあね、まあそんな夢もありましたね。まあね、まあみんなね、夢は見るもんだと思うのでね。まあまさかね、まあ、負けることなんてありえないですから、本当に。こんな代物だとは。すごい武器かもと期待していたんだが、私も密かに楽しみにしていました、うん、ですが、これはさすがに売れませんね。ほい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 ほい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 。ほい。ほい。
はい。おい。はい。おーい、ショット。よしよしよし。敵の勢いも弱まったようじゃな。残すはあの巨大な魔物だけ。うんうんうん。よしよし、行くぞ。ついにデカブツのお出ましだね。本陣に近づく前にぶっ倒すよ。大きい魔物同士の戦いだね。よし、我が輩のアドバイスに従うのだ。敵の大ぶりな攻撃には防御だ。防御して攻撃を弾けば隙ができるぞ。ほい。いや、うん、ほい、よいしょ、うん、ほい。相手が防御している間は直接攻撃すると弾かれてしまうぞ。敵が防御したら直接攻撃せず、少し離れて。ほい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 。やばい。ほい。ほい。よし、ゴリ押しだ、ゴリ押し。ほい。くらえ、ふいー、よーし、ここで終わりか。ここで終わりなんだ。リレミト。いやーね、一回死んだような夢は見ましたけど、いやー無事クリアしてクリアできてよかった、本当に。いやーね。まあ、あんなところでね、死ぬわけないですからね。まあね。まあ、四角ボタンを押すだけの作業ですから。いやははーって感じですね。はい。てなわけですね。まさかの伝説の兵器はね、アトラスでしたね。いやー、無事クリアできました。ギガントドラゴンをね、倒して。で、多分ね、この後すぐムービーに入るような気もするんですけど、まあ、次回はね、その続きからやっていきたいなと思います。それでは、最後までご視聴ありがとうございました。まだチャンネル登録されてない方いましたら、画面右下の私のアイコンの方をクリックしていただくか、画面左上の方に、チャンネル登録はこちらというバナーの方があると思いますので、そちらの方をクリックしていただければ大変嬉しいです。それでは、またねー。